どうもー、どうも、エサマンです。お願いします。あー、ありがとうございますね。今ワクチン8回目の接種券をいただきましたけどもね。ありがとうございます。いやー、こんなん頑張ってもいいですからね。一番いいですからね。ありがたいですね。言うとおりますけどもね。いきなりですけどね。はいはいはい。うちのおかんがね、好きでよく見るスポーツがあるらしいねんけど。あー、そうなんや。その名前はちょっと忘れてもうたらしくてね。スポーツの名前忘れてもうて、どうなってんねんそれ。まあいろいろ聞くんやけどな。うん。全然分からへんねんな。この俺がね。おかんが好きなスポーツ、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言ってたかっていうのを教えてみてよ。日本で昔からあるスポーツで、あ、昔からあってね。土俵の上でやるスポーツやって言うねんな。あー、相撲やないか。その特徴はもう完全に相撲やがな。相撲な。すぐ分かったやん、こんなもん。でもちょっと分からへんのよな。何が分からへんのよ。俺も相撲やと思ってんけどな。いや、そうやろ。おかんが言うには、うん。引退したらみんな現役時代より太るって言うねんな。あー、ほな相撲と違うか。引退後みんな絶対痩せるもんね。そんな南米のサッカー選手みたいなことならへんのよ。せん。てかそもそもあれ以上太りようがないんやから。せんせん。こんな相撲ちゃうかな。もうちょっと詳しく教えてくれる？その競技やる人はとにかく部屋探しが大事らしい。相撲やないかい。あれ部屋探しで競技人生決まると言っても過言ではないんやから。せん。力士と一人暮らしの大学生は部屋探し大事やねん、あれ。せんせん。相撲やそんなもん。俺も分からへんねんて。何が分からへんのこれで。俺も相撲やと思うてんけどな。そうやろ？おかんが言うには、うん、その競技やってる人の髪型がブームになって、一時男はみんなその髪型やった。ほな相撲ちゃうやないか。曲げがブームになることないのよ。せやねん。な、力士にそんなベッカムみたいな影響力はないんやから。せやねん、せやねん。ほな相撲ちゃうかな。ほらもうちょっとなんか言うてなかった？その競技やってるやつは食べ放題で元取れるらしい、ね。相撲やないか。あいつらアホほど食うんやから、うん、力士とフードファイターは元取れんねん、あれ。そうですよね。力士20人集めたら食べ放題の店潰せるからね。相撲やそんな。わからへんねんだから。なんでわからへんのこれで。俺も相撲や思ってんけどな。そうやろ。おかんが言うには、うん、オリンピックの種目にもなってる。ほな相撲ちゃうやないか。出場枠モンゴルと日本だけで埋まってまうもんね。そうやね。日本一かモンゴル一になった時点でもう銀メダル以上確定やねんから。そうやね。相撲ちゃうから。うん、ほらもうちょいなんか言うてなかったか。テレビ中継は NHK が独占してるらしい。相撲やないかい。大相撲全部 NHK がやってるんやから。うん、な、ダゾーンで大相撲見たことないもんね。そうね。NHK はね、大河と朝ドラと相撲と国会中継しかやってへんのやから。NHK ってそういう局やから。相撲よ絶対。わからへんねんでも。なんでわからへんのこれで。俺も相撲やと思ってんけどな。そうやて。おかんが言うには、うん、その業界では不祥事起こったことないけど。ほな、相撲ちゃうやないか。何年かに一回なんか起こんのよ。な、相撲協会言うたら会見で謝ってるイメージやもんね。うん、4年に一度のオリンピックの種目にはなれんでも、うん、4年に一回金メダル級の不祥事起こすんやから。ね、国技とは名ばかりの不祥事祭りの時あるもんね。うん、な、相撲ちゃうやないか。あれほなもうちょいなんか言うてなかったか。引退した後は親方なるか格闘技やるかの二択らしい、ね。相撲やないか。引退してから格闘技始めれんの力士だけやねんから。な、親方なって指導するのが王道やけど、うん、たまに格闘技の道進むやつおるねん、あれ。せんせん。ボブサップとアケボノの試合視聴率紅白超えたんやから、相撲に決まり。わからへんねん。わからへんことない。お前のおかんの好きなスポーツは相撲。でもおかんが言うには、うん、それやってる人大体体脂肪率一桁らしい。ほな、相撲ちゃわないか。あの体で体脂肪率一桁なわけないのよ、うん。力士がみんな体脂肪率一桁やったらボクサーが組み合ってるだけになるもんね。せね。ただのクリンチやんか、そんな。せね、せね。な、相撲ちゃうかな。さっき言えよ、うん。俺が力士の引退後について語ってる時どう思ってても。申し訳ないだから。ほんまに分かれんがな、これ。どうなってんねん、もう。ドトンが言うんやな。ドトン。ドッジボールちゃうか。いや、絶対ちゃうやろ。もうええわ。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。Twitter はじめ各種 SNS のリンク、おすすめ動画のリンクを概要欄に掲載しております。そちらもぜひご覧ください。コンビ、テーマ等、ネタのリクエストもお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。